我々は早速そのお店に向かった。その名もビーズバーブラザーフッツ。店内に入ってみると文字通りビーズ一色。ここは何かビーズとゆかりのあるお店なのか。ビーズのお二人となんかこう関係性があったりっていうのはあるんですか。今のところ全くないです追いかけてるだけです。つまりただの大ファン。しかし彼は20年以上ビーズだけ追いかけ、稼ぎのほとんどをグッズ収集に使う熱狂的なビーズマニア。この店長に会うためコアなビーズファンが全国から集まる。そんなお店でいつも繰り広げられているのが、そうげそうか、おのおのが手に入れたお宝自慢大会。ほとんどの人がサイン色紙を持ち寄る中、本日一番のお宝がこちらのミート&グリートと呼ばれるスペシャルチケット。ライブの前に10人、各会場10人、楽屋に入れるっていうスペシャルチケット。当たらないです。当たらないですか。ほぼ都市伝説並み。見ただけで嬉しい。本当にすごいよな。やばい。続いてはビーズあるある話。車のナンバーはだいたい多分ここにいる人みんな178。稲葉178じゃない車の人の方が。これからちょっと会場見てみようか。178の番号を探して、そこに必ずロッカー番号を必ず178なければ、おビーズファンなのかなっていう。ちなみにビーズが好きすぎてこんなことしちゃった。ビーズ発音間違えるとエラーを怒られます。中でも極めつきはビーズになりきるカラオケ大会。それにしても何かをここまで好きになれるというのが羨ましい。ビーズ好きの方はぜひ埼玉県入間市までお越しください。どうだ。